ゼンをしたオリジナル曲の青恋でした。
ありがとうございました。オリジナル曲の生きる言葉でした。最近朝起きして、何キロか、6キロぐらい走ってるんですよ。足パキパキ。久しぶりに、何年ぶり、5年、4年ぶりぐらい走ったら足パキパキ。次の日起きたらもう気合いがない。筋肉痛なかなか治らない。年感じてきた。若いうちに運動しとったのに。え？変わった？いや、変わるね。釣る日の支障が半端ない。30歳とかだったらやばそう。3日後に来る筋肉痛か。どういうこと？3日後に筋肉痛が来るんですか。やばいんじゃん。え？あれの体内側は年、内側は60歳。違うコナン君の逆上だ。でもしたいな。なんか肺年齢とかあるじゃん。肺年齢とか一回ちょっと見てみたいな。あれ何歳ぐらい、80歳とかって思われた。タバコとか吸ってないからいけそうな気するけど、でもあんま関係ないな。ああいうのって肺年齢、タバコとか吸ってるとか関係ない。関係ある。怖いな。肺年齢ってどういう、汚れてるって、汚れてるから年いく。どうなの。汚れてればそれは年いく。どれぐらいしおれてる。ああ、しおれてるから、しおれてるから。いけるか。体幹ちゃんとしとる。ああ、そういうことか。あ、そういうことか。じゃあ若いかもしれない。まだ5歳とか。自分より低いことはないか。なくはない。でもそれ多分30歳。ああ、下が20何歳とか。今の自分がやってもあんまり大した意味ない。あれ、健康診断受けないと見てもらえない。でも普通にお金払えば。ああ、そうなの。まあ、肺年齢のためだけのお金は払わない。でもなんか全部持ってもらえる。ああ、そうなの。高いじゃん。1万とかする。ああ、そうじゃん。
少しこの世界僕一人では悲しい孤独な街だ。この聖夜の街並みのどこを探しても君はもういないんだな。オリジナル曲の贈り物でした。カラカラThank you.
ありがとうございました。オリジナル曲のメインでした。